キューンと結婚したのは彼がハンサムだったからです。え、顔顔で選んだんすか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで早速マンション見てこう。さあ今回はなんだか友達マークがいっぱいあるような気が。はは。おお。あゆなだったような気がするぞ、今のは。え、3組ですか？もしかして今回3組いますか？喧嘩してる方々が。とりあえず、リアルタイムで今喧嘩してる、ここの2組を止めに入ろうか。今ちょっと不機嫌です。でしょうね。なぜ喧嘩をしているのかは知らないけれど。この方と喧嘩しました。うんうんうん。腹が立ちます。まあほら落ち着いて仲直りしよう。じゃあこのイライラも沈めてください。さあそれじゃあほらガトーショコラでも食べて。いただきます。どうぞどうぞ。どうすか。まあまあ美味しかった。まあまあか。ということは、じゃあ、ほのかちゃんの方に。ほのかちゃん家どのあたりやった？下の方やったっけ？あ、ここや。お呼び出しをします。どうも、見よったよ、喧嘩。私、珍しく怒ってます。ほのかちゃん珍しいんかな。そうでもない気がするけど。と喧嘩しました。腹が立ちます。まあほら仲直りしよう。このイライラも沈めてください。とりあえずキノコキノコで落ち着くかどうかは知らんけども、どうすか。まあまあ美味しかったようです。まあまあか。なるほどね。まあまあなのね。ということはだよ。さくらんぼとか。きのことか微妙やったけん、ちょっと甘いもの食べよう、甘いもの。どう？どうよ。あ、結構美味しかった。よかった。満足したね。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあ、どうかなー。てっちゃんの方も微妙な感じやったけどね。でもいい感じの雰囲気やけどね。この場所的には。夕暮れ時の縁側って感じ。どうだ？許しません。どうしてなのなぜなんですか？うまくいきませんでした。そういうこともあるよ。うん。そんなに気にしなくても大丈夫よ。そううまくい。仲直りできませんでした。まあ、いろいろとあるんだよ。このクマちゃんは、私が抱いて寝るんだよ。違うよ。このクマちゃんは、私が抱いて寝るんだよ。てっちゃん、一人称私じゃないやん。私は、やっぱり、久々に見ても、相変わらずみんなクマちゃんを取り合ってるのね。人気すぎないかい？ブームは去らないのね、クマちゃんの。めっちゃ落ち込んでる。さあ、それじゃあ、もう一組の方は、ちゃんと、解決しますようにと願い事を願い事を言いつつ。さあ、ミクレちゃん落ち着くんだ。まさに今喧嘩しよったもんね。きっとアユナが悪いんやとは思うけど、仲直りしよう。じゃあ、このイライラも沈めてください。じゃあ、とりあえず、超大好物、大好物はないんやね。ほら、ビスケットでも。いただきます。どうぞ。さあ、どうすか？あんまり美味しくなかった、マジか。ちょ、待って、アユナの方行くわ。ああ、人ん家に行って物を投げてるんじゃないよ。はい、お呼び出ししましょう。めっちゃ顔穏やかそうやけどね、普通に。くそ。絶
対怒ってないやんかを。ほら、とりあえず。ん？私なんか出とったかな？出てないね。ソフトクリーム。現実の私は食べないけれど。どうよ。お、すごく美味しかった。マジで。気分が落ち着きました。よし、これで。仲直りしてこようと思います。でおいで。ちゃんと、しっかりと謝ってね。誠意が伝わるように謝ってね。さあ、許してもらえるのだろうか。この間はごめんなさい。許しません。ここもダメだったんだけど、マジで。ちょっとみんな、カリカリしすぎよう。落ち着いて。もっと落ち着いて。うまくいきませんでした。ふわあれでしょ？結局、喧嘩の原因は、クマちゃんなんでしょ？仲直りできませんでした。あれ？違う。え？そうだね。え、意気投合しとるやん。やえ、ただのストレス解消ですか？なんか特に、最終的になんか普通に悪口。普通に悪口。やめろよ。え、じゃあ、翔太くんは。翔太くん誰と喧嘩したん？一軒家の人かな？わお。おぉ。みのりと喧嘩しました。お、みのりちゃん。腹が立ちます。なぜなんだ、仲直りしよう。このイライラも沈めてください。さあ、それじゃあ。ドーナツでも食べて。いただきます。落ち着こう。さあ、どうよ。まあまあ美味しかった。まあまあじゃダメなんだ。レベルは上がったけれど。サンドバッグ。これでストレス解消できるやろ。できるやろ。はい、どうぞ。道具、サンドバッグをプレゼントしました。じゃあちょっとみくるちゃんじゃねえわ。みのりちゃんのところに行ってこようか。これも喧嘩というわけではない。あれも喧嘩というわけではないよね。ちょっと待って、みのりちゃんのとこ行くとりあえず。みのりちゃんどこ？やっぱり一軒家の方ってこと？これかしら。ですね。ですね。みのりちゃん、ちょっとお呼び出しします。腹が立つことがありました。ほら、親友のヤマトくんもなんか怒りよったよ。きっとみのりちゃんのことでやな。はい、ゼリーどうぞ。いただきます。どうすか。まあまあ美味しかった。なぜまあまあなんだ。最近なかなか一発で言ってくれない。はい、ガム。これで落ち着いて。さあ、どうや。ああ、あんまり美味しくなかった。マジで。マジですか。じゃあブランコで風になろうよ。はい。ちょっと天井からぶら下げてみます。ほいほい。みんな普通にこう、乗れるレベル。っていうのすごくない？天井から吊り下げて。なんか普通にボタって落ちそうやもん、そんなん乗ったら。強く強く。はい、強く強く。どう？いい感じ？いいのか？悪いのか？もっともっと。もっと。はい。どうよ。なんかそんなに強くない気がする。もっともっと。足りない？どうよ。こんなもんで。わーい。あ、喜んだけん、とりあえず止めた。あ、今、風になった気分です。気分が落ち着きました。よし、これで。仲直りしてこようと思います。これでどうだ。さあ、仲直りはできるんでしょうか。
この間はごめんなさい。お願い。お。こちらこそごめんなさい。よかったー。ここまで許しませんやったらどうしようかと思ったよ。うまくいきました。ありがとうございます。うん、よかったよかった。もう3組連続かと思った。はい、それじゃあ、猫レンタル券でも。どうぞ。道具、猫レンタル券をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。アキュンと結婚したのは、彼がハンサムだったからです。え、顔顔で選んだんすか。そういう感じ。もっとなんか中身とか他は、おお、なんだい、誰だい、ちょっと来てもらえますか。ほいほい。実はうちたちに赤ちゃん生まれました。あきゅんくんとみのりちゃんのところに。男の子と女の子どっちだったら嬉しいですか。え、どっちも嬉しいよ普通に。男の子でした。あきゅんくんにやね。イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。そこは自然に任せましょう。二人で名前も考えたのですが、まこと、にしようと思います。めっちゃ普通やね。いいと思うけど。まこと、もうあれか。大切に育てます。こう二人の名前を合わせてっていうのも、なくなるぐらい、なくなるぐらい、子供が生まれたってこと、あの二人に。はい。ちょっとすみません。子守っすか。全然いいよ。どうしても、まことなら気やんでくれないのですが、預けてくれませんか。よし、引き受けましょう。ありがとうございます。まこと、あゆなのそっくりさんだよ。あゆなのそっくりさんだよ。あ。結構今回楽な感じ、違う。これぐらいか。あ、この感じね。オッケー、オッケー。ほら、超笑顔になったよ。もういいんじゃないかな。ほら、落ち着いた、落ち着いた、ごきげん。あ、お、お？なんだい？ほら、落ち着いたよ。もういいと思うんだ。そろそろミルクの時間ですね。あ、よかった。誠の機嫌も随分良くなりました。さすがやな、私。あゆなのそっくりさん、ありがとうございました。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、大人スプレーをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあちょっとみんなに募金を募っていきましょう。さあみんなじゃんじゃん入れてって。みんな何かしらかぶっとるね。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。はい、そして今日今回とまた歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、それを聞いていきたいと思います。ということで今回はグループで、はい、ミネマナの二人による仮面ツインズ歌ってもらいます。この歌詞はね、ゆりさんが送ってきてくれた歌詞です。をかぶって登場するミネットアンド、まなりやいたんでもどんなに映りたいの、これからもねドムードあんやで登場するからよろしくね。かわいい。顔見えんけど。でもいいね、仮面ツインズ。仮面をかぶった二人で。はい、それじゃあ。さあ、もうみんな大丈夫かい？もうみんな大丈夫かい？ここは、あれなんだよね。あ、でもヤマトくんプンプンしてないよ。やっぱりあれは、全然違ったってことか。喧嘩ではなかったということか。さあどうだ。
あ、違ったっぽい。よかった。こんにちは。どうも。ストレス発散や。やめてください。考え直して。もう一度話し合ってきます。え、だってこれ、ねえ、だってリミちゃん二度目のお別れになるんだけど。ちょ、考え直そう、ヤマトくん。ヤマトくん、ちゃんと考えてる？はぁ、怖い。もう一度、やり直しましょう。ふぅ、危ない。こちらこそ、お願いします。あ、よかったー。よかったー、なんとか立て直したー。うまくいきましたー。もう一度、やり直してみようと思います。ちゃんと思い直してくれてよかったよ。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。親友のみのりが、俺にだけ秘密を教えてくれました。え？旦那さんにも言えないような秘密？親友すげえな。はい、カレーパンどうぞ。じゃあどうすか。結構美味しかった。お、よかったよかった。ちなみに、リミちゃんのことはどう？好き。普通やね。まあでもね、立て直したけん、これからまた、どんどん仲良くなっていってくれればいいなぁ。という希望。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、最後の最後、別れて終わりじゃなくてよかった。ね、まさかの二度目来たかと思ったよ。